どうも、アマルと申します。今回はですね、アニマルレボルトっていうバトルシミュレーターって書いてあるんですけど、これなんか例えば何かと何かを戦わせたらこうなるみたいなやつができるらしいんですよ。でちょっとやってみましょう。じゃあ皆さん、ゴリラ10匹と人間10匹どっちが勝つと思いますか？気になりませんか？私ね、これずっと気になってて、もう夜しか寝れなかったんですよね。で今日ようやくね、解き明かされるということで、じゃあ見ていきましょう。どっちが、皆さんはどっちが勝つか予想してもらって、それでお願いします。いきます、スタート。いけ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 、わあ、すごいすごいすごい、頑張れ。どっち？人間、頑張れ人間。人間がやっぱり勝て。わあ、頑張れ頑張れ。ゴリラすごい。あ、人間勝ってる。わ、ゴリラの倒し方すごくない？ねえ、いけいけいけ。あ、やばいやばい、頑張れ人間。人間の姿勢だ。いやー、頑張って。ジョー、わあ、恐れてる。人間が恐れてる。頑張って。あー、やっぱりゴリラには勝てなかったです。人間は、人間はゴリラには勝てません。でもね、私は諦めきれないんですよ皆さん。やっぱり多分分かんなかったと思うんですけど、私ゴリラと思ってる人いません？私人間なんですよ。やっぱり許せないと。でここで私助っ人を呼びます。ビリー、大胆なビリーの友達のね、ジョー君、ジョー先輩、これがねかなり喧嘩っぱい、地元でね一番強かった先輩なんで、このジョー先輩が、ジョー先輩10に呼びました。ジョー先輩バッと持ってくから、これは地元でほんと一番怖い先輩だったのね。これいきますよ。いけ先輩、ジョー先輩いけ、ガーいけいけいけ、こら先輩見せて、ゴリラに。あとはぐっちゃぐちゃ、わ、ぐっちゃぐちゃや、これ頑張って。お、ちょっと待って、人間勝ってる。あ、すげえ、ジョー先輩強くない？待って、強い。ほら、え、あなたが四角けた、なんだこれ、なんだよこれ、お前。じゃあね、皆さん見てください。おいおいおい、お前らが先輩連れてくるなら私たちも連れてきます、ウホ、ということで、今回ね、ゴリラ先輩の、バーサーカーゴリラ先輩の、もう先輩上位互換行きました。ノックアウトゴリラ先輩です。これはどっちが勝つと思いますか皆さん？これ多分だけどゴリラ圧勝すると思うんですけど、私はねやっぱジョー先輩を押していきたい。行きますよ、よーい、スタート。いけ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 、ジョー先輩ボコボコ。早くない？早い、ちょっと待って、ちょっと、これさ、試合の時間が短すぎるんだよね。あ、もう多分あれだわ、人間死んだわ、全員。はい、死んだ、死にました全員。あ、先輩頑張って、ここの先輩いるから。死んだ、あ、弱先輩、弱はい、ということでね皆さん、これじゃあ終われないよと、これじゃあ終われないよと。はい、来ましたよ、ジョー先輩のいとこ来ました。スローモー君です。ジョー先輩と一時代をね築き上げた一人でして、スローモー先輩、これショットガン持ってない？待って、これでやっていきたいと思います。これ多分人間勝っちゃうね。スローモー先輩はもうほんとジョー先輩、スタート。おいおいおい、何してんだ、おい何してんだ、おい、ジョー先輩があれだ、ゴリラ側じゃねえのこれ。おい、なんか、おい、スローモー先輩歩いてるだけだこれ、バカだこれ、バカ、誰に撃ってんのこれ。あ、待って待って待って、おい、あああ、反逆した。はい、もう切れました。はい、ということでね、あ、おい、おい、うるせえなと、おい、おめえら何してんだ、おい、うちの縄張りで何してんだおめてめえらと。来ました、はい、クリスタス・ザガーアウルさんですね。タイムスリップ、タイムリープしてきました。これね、第三勢力まさかの。おい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 、俺らの土地で何やってんだお前、おい、おめえらうるせえんだよ、寝れねえだろと。第三勢力来ました、いきますよ、やばい、これさ、これね、どのチームが勝つか、これね、みんな本当にごめんなさい。この人間、ジョーたちが、チーム1で、ゴリラプラススローモー先輩だから、こいつらもゴリラみたいなもん、ショットガン持ったゴリラ、ここややこしいんだけど、これがチーム2で、今度この3、第3勢力来ました、これ、古代人っていうね、いきます。俺はやっぱね、これでも俺はジョー君を押したい、ジョー先輩いけ。おー、うるせえぞお前ら、おい、来た来た来た来ました、三つどもえ来た。さあ、もう何が何だか分かんない、お前は何してる、お前は何してる、おっと、打ち方がすごい、なんていう、お前は何してる、打ち方がすごい。あ、お、待って待って、原始人、古代人強くない？お、ぐっちゃぐちゃ、ぐっちゃぐちゃ、これ多分もう狙い定まってないでしょこれね。え、あ、すっごい、あー、ゴリラ強え、ゴリラ強、あ、え、古代人強くない？ほらね、ほら、
あ、古代人強い。あ、でもショットガンにはかなわないか、ショットガンにはかなわないか。押されてる。ドリアチーム。あ、あ、あ、逃げろ逃げろ。逃げてます。はい。あなたが口裂け、口けた、なんだこれ。はい、これね、楽しくわちゃわちゃやっていたところに来ました。皆さん、一番の大敵来ましたよ。これが、こいつらがもう一番怖い。見て、はい、おいおい、おめえらよ、バカみてえになんか争ってっけどよ、な、何が人間だと。おめえら、俺らがな、先にいたんだよ、このバカザルどもとね。ということで、はい、イノシシたちが来ましたね。さあ、やってきました。行きましょう。よーい、スタート。さあ、誰が勝つか分かんない。もうこれ、ほんとさっぱり分からん。どれ、誰が勝つのこれ。全く分かんない。これ誰が勝つの。もう全然分かんないよ、これ。あ、もう、ダメだ。全然分かんない。何が起きてるか分かんない。あ、もう実況できないよ、これ。ねえ。あ、もう誰だろう。あ、もう全然負けてる。ゴリラ、はい。一人、あと。ここです。やっぱ古代人強いね。ほら、見て。怖い、怖い。もうホラーよ、これ。見て。あ、待って。あ、ダメだ。ここにいっぱいいるもん。ほら、追い詰められてる。ほら。ゴリラパイセン、助けてくれ。俺は悪い、何もしてないんだ。うわー。はい、ということで、で、ここでね、楽しくやっていたところ、また来ました。何がだ、なんぞガンツに出てきそうなやつ来ましたね。はい、古代人ね、まさかの挟まれるというね。はい、怪物来ました。バイオハザードの国から。はい、ブレードワーム来ました。さあ、これもう本当に誰が勝つか分かんないですよ、このチーム。いきますよ。これは大変なことになってきた。これは大変なことになってきた。これはスタート。来た来た、古代人逃げろ、古代人逃げろ。あー、さすがの古代人も、これは、これには、あー、すごいや。何が起きてんだこれ。あー、もう逃げてる。こいつがすぐ逃げるわ。なんだお前の持ち方これ。お前ショットガン、こいつプラプラしてる。見て、こいつにフォーカスしましょう。お前さ、仲間撃ってんだよな。で、あ、すごいやこれね。こんなのはもう実況できないよ、みんな。無理だもん。あ、ほら、淘汰されてるだよこれ。 弱肉強食の絵だよこれ。あ、待って、これゴリラチームワンチャンあるよ。え、待って、ゴリラチームの逆襲かも。あ、これやばい、ゴリラ勝つかも。あー、ダメだこれは、これには。あー、ダメだ、いつもこの絵だなお前な、いつもこの絵。やめてくれ、俺は何もしてないんだこいつ。俺は悪くない。あー、いつもこの終わり方。はい、来ました。ここでね、実は召喚士がいました。召喚士が、で、もう何やら唱えています、召喚を。ワイバーンです。これ、あのね、ここのあの魔術師が呼んでたワイバーンが来ました。これはもう、これ全員、みんな、ちなみに言っとくね、もう一回整理するね、情報量が多いから。イノシシチーム、乗船、人間たちチーム、ゴリラチーム。ゴリラね、ここほんと分かりづらいんだけど、ここサンドイッチしてます。この人間もゴリラで、ここ古代人チームね。で、ここバイオハザードチームで、ここあれですね、ワイバーンチーム。ワイバーンいきますよ。誰が勝つか予想してください、このチームから。いきますよ。当たった方はね、アマゾンギフト券がもらえません。さあ来た。わわわ、ワイバーンバカだ、すごい。見て、動きがバカ。ほら、こいつらバカだ。ワイバーン絡まってる。おい、めちゃくちゃ弱い。あ、見て、このゴリラとの戦い、これ見て、これ見て、これ、やだ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 、僕は食べてくれ、やだ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 、やめてやめて、やだ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 、これ汚い、見にくい。あー、怖い怖い、やだやだ、頭痛い。あ、すごいすごいすごい、戦ってる。どこ行くの。あ、どっか行っちゃったこれ。あ、どっか行ってら、どっか行ってらこれ、終わりだわ、終わり。いやいやいや、いいんじゃない。あー、なんだこれ、わかんねえや。あ、ドラゴン勝った。空中でさ、絡まってたのに。はい、ということでね、皆さん、最後のチーム来ましたよ。これはね、一番呼んではいけない。本当に、これだけはもうね、一番恐れていたものが来ました。ロケットエリーです。上野動物園から参戦。ロケットエリー。これ私の本命です。ロケットエリー。ね。これ、多分ロケット積んでるよね。もう一応見ましょう。もうどうでもいいです、これ。よーい、スタート。さあ、処理落ちしていく。当たり前だ、この量、この量は、それは処理する。あ、これは、さあ、ロケットエリーもかなりバカ。そーっと、いやー、イノシシが一番バカ。見て、バカですこれ、イノシシバカだな。おい、こいつら負けず劣らずだね。こいつ相変わらずバカだね。これ見て、機能が一番足りないからね。あ、やばい、ロケットで同時集中してないねえ、やっぱさ
ワイバーンちょっと強いな。ちょっと待って、あいつらやばいだろ動き。お前ら規格外の動きすんなよ。おい何してんだ、お前下打ち。あーなんだこれ、わかんねえや。もう最後皆さんいいですか、ここまで見てね、もうね人間たちはダメだよと思ったじゃないですか。安心してください皆さん、来ました、使用患者のコール。これがもうね人間の逆襲です。おい俺らが来たぞと、ヘリコプターから颯爽と来ました。見てくださいこれ、持ってるのはね傘です。おいおいおい人間たち、俺たちがな一番すごいんだ。見てこの顔ね、もうこいつらが一番いきますよ。もうこれが最後の戦い、これで皆さんどこのチームが勝つか予想してください。よーいスタート。さあ処理落ちで、さあ紙芝居みたいになっていきます。もちろんです、この量、この物量、パソコンは耐えられるのか。私の低スペックの、なかなかの低スペックのパソコンですが、さあおい傘のやつお前全滅してんじゃねえかお前、お傘ポーンなっとる。あいるいる、まだいるまだいるまだいる、ここにいる。おい頑張れよ人間、もう頑張って。やっぱ俺人間応援したいんだよ。こいつらもうすごい、一番楽しそうこの人たち、一番楽しんでるこのモード、いいないいな、羨ましいもんねえ。これもう誰が勝つのよ、多分あれでしょ、ゾウでしょこれ。あもういや知らね、死だね。